続きから NF タイプというのはその、まあ、付き合い始め贈り物を贈る時からちょっと始めさせていただきます。 NF タイプは贈り物で愛を表現する時もロマンチックになる、贈り物は内輪で行い特別な意味を持つもの、あるいは象徴的な意味を持つもの、例えば、愛聴している音楽、好きな小説や詩や本、大切にしている絵など細心の注意を払って選ぶ傾向があると。ある意味この、NF タイプアイデアリストは求愛を芸術作品に仕立て上げるのだが、彼らが最も得意とする芸術の一つが恋愛関係の創造なのだから、これは驚くことではないと。理想主義者の、求婚、プロポーズ、コートシップはロマンチックな仕草だけでなく関係の理想化によっても特徴付けられますと。恋愛の初期段階では NF タイプは男性も女性も最愛の人の欠点に気づかず、一緒に暮らせばいつまでも幸せが続くという幻想を信じがちであると。ただしこの幸せの詳細が深く掘り下げられることは滅多にない。まあ分かってないってことですよね。一生続く、うん、一生幸せ、うん、そう信じてるみたいな。で、はい、じゃあその幸せの形はって言われると、うん、それって考える必要あるって、うん、分かるじゃん幸せってさって、うん、っていうことなんかなと思ってます、はい、理想主義者は NF ですね、はい、理想的な伴侶がどうあるべきかというしばしば漠然とした、しかし説得力のある内なるビジョンを大切にしており、この完璧なビジョンをあまりにも人間的な恋人に投影する傾向があると。そのためちょっとした暗示でも NF は恋に落ちた相手に魂がこもっているとか、詩的な感受性があるとか、それが本当に、ソウルがこもっているとか、詩的である、ポエム的である、そうであろうとなかろうと、うん、そういうふうに見ている、はい、何気ない仕草を勝手に脚色して、うん、あの行動には魂がこもっていた、はい、僕のことを好きに違いない、はいはい、って見てしまうと。同時にこの NF は誰もが霊的成長の可能性を持っていると信じており、多くの場合自分の愛を相手の潜在的な神秘的側面の開発に役立てようとしますと。言うまでもなくほとんどの人間はそのようなロマンチックな理想に沿うことはできないし、そのような方法でスピリチュアリティを育んでもらうためにじっとしていることもあまりないと。多くのアーティザン SP は気さくな皮肉でこれに反応し、多くのガーディアンはそのような愚かな行為に焦っているように見えると、うん、NF の行動、はい、何やってんだろうこの人って、うん、で愛する人を自分の理想通りに生きさせようとする NF 理想主義者は、うん、遅かれ早かれ人間関係における幻滅に直面しますと、はいはい、で僕はここを見て、はい、あカーシー分かってないなって思ったわけですよ、はい、というとINTP カーシーはこういうふうに見てんのかって思ったわけです、はい、っていうとスピリチュアリティがないって言ってますよね、はい、カーシーはないって言ってます。うん、ないのに、はい、NF はそれを信じそれをやろうとしているから、あそういうものがないないっていう前提でそれを書いてるから、はいはい、まあ相手にはないんですよね。えっ、はい、いや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 、だから違うタイプから見るとそう見えるみたいな。焦ってるみたいですか僕は。焦ってる。なるほど。僕はこれを見て、はい、あカーシー、はい、カーシーよと、はい、INTP よと、はい、って思った次第でございます。だから幻滅するんじゃないですか周りの人たちに。いや僕はまだ夢を持ってます、はい、いっぱいいるじゃないですか幻滅してる人。いやいやでもって僕は思ってます。うちのコメント欄に、はいはい、いやでも僕は手を差し伸べますよ、はい、信じてる信じてる、まあ、はい、見たくないのは消すけど、はいはい、っていうことなんでしょうね、はい、
でもまあっていうと、あの、はい、惚れっぽい男の人っているじゃないですか、はい、あいつ俺のこと好きだにみたいな、あちょっと今名古屋弁使っちゃいましたけど、はい、これって NF ですかね。いやまあそうとは限らない気もします。体調もやる、うん、はあんまり分かんないですけど、あのあいつ俺のこと好きに決まってるみたいなのって思ったりしましたか。あんまりないです。あ、具体的な何かがあればあるかもしれないですけど。あ、そういう仕草とかでそれを感じたことはない。はい、なるほど、はい、あとこれは NF あるあるなんですかね。だからまあレベルにもよるとは思うんですよね。なんでそうやって思ったのってみんなが思うレベルなのか。はい、いや見る目ですよ分かんないですけど、タイミングと目ですよ。たまたま目があっただけでみたいな話。まあそれが何回も会えば、はい、ああって思うわけじゃないですか。はい、まあ そこが、まあ、こっちが、こっちが見るから見るかもしれないんですけどねはい、すいません、焦って見えるように見えるかもしれませんはい、まあ、SJ からは SJ からは、はい、で SP からはこの人何やってんだろうって、はい、見えるかもしれません。で多くの NF 理想主義者は認めようとしないが、まあ、先ほど紹介したこの結構ロマンチックに進めようとして、はい、結構周りが違う違うみたいになって、はいはいはい、なんかあーってその幻滅に直面した NF、はい、この NF の人たちは認めたがらないが、このようなロマンチックな、まあ、自分の投影や、はい、失敗した幻滅っていうのは強い性的魅力がある場合に問題となることが多いと、この NF の人たち、理想主義者は自分の性的感情について深く分裂することがあると。一方ではこの、まあ、ちょっとそのまま読みますね、すいません。一方ではセックスは欲望ではなく愛の表現でなければならないって主張する、うん、理想主義者にとってセックスという言葉さえ少し下品に感じられる、うん、めっちゃ思う、うん、今ちょっとここで言うのもはばかられるぐらいです、はい、しかし間違いではない。 NF はその天異世界的な雰囲気とは裏腹に非常に親密で温かく情熱的であり、肉体的な美しさや性的な魅力に非常に反応する人々なのだと。下品であるって思ってる一方、はいはい、そういった、肉体的な美しさに神を見る、はいはい、パラケルススによっとって、このパラケルススというのはお医者さんですね。ソコラ哲学のお医者さんです、すいません。このパラケルススにとって彼らは妊婦だった、妖精ですか。パラケルススにとって妊婦だったと。理想主義者にとっての問題はその豊かな空想生活によって肉体美を理想化し、性的魅力の対象に自分自身のポエム的性質を投影しがちなことであると。またセックスを魂の交わりとしてロマンチックに捉える傾向がある。言い換えればNF は美と情熱を夢見て恋に落ちるが、やがて愛する人間の生身の不完全さと出会い、むしろ痛烈に幻滅する傾向があると。多くの NF は恋人の不完全な現実を目の当たりにする真実の瞬間への準備が十分ではなく、いくつかの関係はその真実を乗り越えられないと。幸いなことに男女両方の理想主義者は性的表現以上に深い愛情と思いやりの能力を持っており、この能力から永続的で親密な関係を築くことができると。でまたここを読むとね、はい、僕は、はい、かーし甘いなって思うんですけど、はい、あのそれを超えるよって思うんですよ。それを超えるよ、要はなんか、はい、人間の生身の部分に幻滅するって書いてあったんですけど、はいはい、いや本物の NF はそれを超えるよって、はい、そこの不完全さにも神を見るよって
思ったりしました、はいはい、まだまだだなって、はい、申し訳ございません。ちょっと何かに焦ってるのかもしれませんまあでもそういうとこじゃないですか。え？そういうとこというのは、いやまあなんか例えば SP だったら、はい、そもそも幻滅しないって話ですよね。幻滅して先を見ていやいやっていうのを繰り返してるのかなみたいな。あ、してるじゃんってことですね。はい、それを乗り越えていくって話ですよね、自分ってそっか、はい、不完全だなみたいな、はい、そういうのはないってことですね。そも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 、はい、なぜなら理想なんてないから、まあ、あ、うん、あるかもしれないけど理想、まあ、こうあってほしいなみたいなのはあるとはしても、はい、現実は現実じゃないですか現実は現実です、はい、分かってるつもりです、はいはい、でそれがその相手じゃない、相手なわけじゃないですか。はい、はい、まあてめえの肉体が最もなんか不完全っていうのも分かってますしね、はいはい、でまあそういうものですよねっていう感覚がそもそもある。そういうものですよね。なのでそこに幻滅したりはしないみたいな。はい、なるほど、はい、で理想化してるので幻滅するわけですよねっていう。あ、でそれを乗り越えるっていう発想がそもそも、はい、そもそもって話ですね、はいはい、なるほどね。リン様がね、 NF はなんで仲良くできないのっていつも憤慨しているのかと、はい、ある程度の争いは許容した方がうまく回ると思いますがと。最近ねそれを練習してます、はい、あのパートナーと娘が喧嘩してる時に、はいはい、昔はまあ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 ってやってたんですけど、はいはい、それ邪魔って言われるんですね、はいはい、って言われて、あのちょっと最近我慢することを覚えて、はい、覚えようとしています。どちらにも言われるんですか。言われますちょっとあっち行っててみたいな。で最近は離れるようにしてます、はいはい。